パウラ・ベレン・パレトはアルゼンチンのブエノスアイレス州産フェルナンド出身の医師、柔道家。階級は 48kg 級。身長 150cm。ブエノスアイレス大学の医学部に入学すると2014年1月には医師の資格を得た。柔道は9歳の時に始めた。2008年の北京オリンピックでは準々決勝で谷良子に指導一で敗れるが、 その後の3位決定戦で北朝鮮のパク・オクソンを技ありで破って銅メダルを獲得した。2010年の世界選手権では準々決勝で福見優子と対戦して先に優子を2つを取りながら終盤に小内刈りで逆転負けを喫して7位に終わった。2011年の世界選手権には出場しなかった。ロンドンオリンピックでは準々決勝で福みに 指導2で敗れると、3位決定戦でも、ベルギーのシャルリーヌ・ファンスニックに、指導2で敗れて5位に終わり、前回に続くメダル獲得はならなかった。2014年の世界選手権では、決勝で、近藤アミに、指導2で敗れたものの2位になった。2015年の世界選手権でも、決勝まで進んで、元世界チャンピオンの先見ハチルナと対戦すると、 指導位置を選手されながら後半指導2を取り返して逆転勝ちを果たして2003年の世界選手権 63kg 級で優勝したダニエラ・クルコエル以来アルゼンチンの選手として2人目の世界チャンピオンになった。さらには世界選手権での優勝が評価されて2015年のアルゼンチンにおける最優秀スポーツ選手にサッカーのリオネル・メッシなどを押しのけて選ばれた。 2016年のリオデジャネイロオリンピックでは、準決勝で近藤を袖釣り込み越しの技ありで破ると、決勝でも、韓国のテイ・ヒロシ・ケイを、小内狩りの技ありで破って、金メダルを獲得した。2017年の世界選手権には出場しなかった。2018年の世界選手権では準決勝で、ウクライナのダリア・ビロディドに、技ありで破れるも3位になった。 2019年には、グランドスラムエカテリンブルグと、パンナム選手権で優勝するも、グランプリモントリオールでは、自らより15歳、若い子が若菜に、反則負けして3位だった。2021年7月に、日本武道館で開催された、東京オリンピックでは準々決勝で、トナキ風南に、腕座十字型で破れると、敗者復活戦でも破れて7位に終わった。 東京オリンピックの開会式でアルゼンチン選手として史上初のオリンピック旗を運ぶ6名のうちの1人として入場した。9月には現役引退を表明した。アイフ世界ランキングは5148ポイント獲得で6位。ありがとうございます。